ちゃん。こんにちは、豊高さん、はい、昨年のドラフト会議でやっぱり一番注目されていた選手の一人、渡来。そうです、ね、DeNA の渡来選手ですけれども、はいはい、まあ、いよいよキャンプが始動して、はい、そうだね、はい、初日から柵越えあったりとか、まあね、フリーでまあでも、はい、ホームランは、うん、それはフリーバッティングだからなまあ出るけども、まあ初日からな、はい、まあ、そういうことができるっていうのは、うん、まあまあやっぱり非凡なものはあるんだろうね。そうですよね。ただちょっと打ち方ちょっと見たけどさ、どうでした？まだこう腰が座ってないというか、うん、まだなんていうの、フラフラしてる状態、うん、極端に言えばよ、はい、あれだけ状態が伸びて打つのかなっていうのがちょっと印象だったんだよね、うん、体の回転とか使いながら打っていくタイプなんだろうけども、なんかこうちょっと伸び上がるというかさ、うん、まあそういうところがちょっと目についたけどね。あ、もうちょっと腰が座ってくるんだろうなっていうふうには思ってるけど、はい、ちょっと状態が高いなっていうような感じはした、うんうん、特にそのいい面というか、あ、これいいなと思ったような、やっぱりあの、うん、バトンを振れるということだよね、うん、まあ、それとミートポイント、そういったものもしっかりしてるし、はい、まあそこそこの、まあ、ポテンシャルは持ってる、うん、まあそういうふうには感じたけどもさ、うん、ただそのバッティングってさ、伸びる状態で打つと力が全部逃げちゃうんだよね、はい、だからこれがやっぱこう足腰がしっかりしてきて、うん、キャンプの中盤ぐらいからこうなんていうの、腰が座ってくるともっと飛び出すのかなっていうふうには思うけどね、うん、その三浦監督、まあ、首脳陣的に渡来選手をこのキャンプでどういうふうなことを課題にこうやっていってもらいたいっていう、まあ、課題っていうのはさ、まだ結果が出てないから、うん、はい、まだわからないと思うんだよ、うん、ただそのポジション的には外野手をやらす、まあ、特にレフトかなっていうふうに思うけども、守備がどうなのかとか、あ、まあそういうことだよね、うん、で実際にそのスローイングの正確性とか強さとか、はい、まあ、そういうのも知る必要があるし、だから内野をやらせるよりは、うん、まあ、外野の方がスッと入っていけるのかなという、そうです、まあ、感じはするけどもね、まあ、おそらく、まあ、レフトかライトかどちらかになるんで、まあまあそうだね、まあ、レフトか、まあそうだな、ライトもあるな、そうですね、うん、まあ、センターもあるかも。桑原選手が、それは分かんないよまだ。だからどれだけの能力を秘めてるのかっていうのが、まだやっぱこう社会人の時とやっぱ実際見るの時とではやっぱちょっと違うから、はい、だからまあそこら辺ライトになるのかセンターになるのかレフトになるのかっていうのは、うん、まだ分からないけど、まあまあ降参的にはライト、うん、次にセンターみたいな、うんうん、まあレフトは佐野とかね、そうですね、まあいるからね、うん、あれかも分かんないけども、まあライトかなっていう、うん、まあ、ライトのポジションって今大事だからね、本当にね、だから肩の強さと、まあ、内野手もできるっていうから取ってからの速さっていうのは持ってると思うから、はい、あとは強さだよね、あとは正確さ、はい、まあ、そういったものがどのぐらいあるのかっていうことだよね。ただそのユニフォーム着て、まあ、スーツ姿も見たことあるんだけど、はい、あってね、実際に、まあ、細いなっていうような感じがしたんだよ、うん、線がそういうイメージありますよね。そうそう、でユニフォーム着たらさらに細いなみたいなまあ体もちょっと作っていかなきゃいけないなっていうふうには感じたけどね、うんうん、でもまあ素質があるだろうから。どういうタイプのバッターなんですかね。まあまあタイプっていうのは、まあ、まあホームランっていうのは社会人の時も、まあ、ある程度打ってたけども、うん、なかなかそこまで期待しちゃうと負担になるかなと思うんで、やっぱアベレージヒッターの3拍子揃った出塁率のいい、うん、まあ、選手になってほしいなっていうふうには思ってるね。ということは DeNA であの打線の中では、はい、これ何番、まあ、使うとしたら1番、あ、うん、状態悪ければ7番とかに置けるような選手だよね、はい、うん、まあ、8番でもいいけど、まあ、今、まあ、4番が牧選手がいて5番宮崎選手がいて、はい、この3番が例えば佐野選手だったりとか、まあ、オースティンが使えると、うん、オースティンが3番になるのかなっていうような感じがするし、うん、だから、まあ、1、2番とか、はい、まあ、そういう形にはなってくるかなっていうふうには思うよね。そのスター性のある選手じゃないですか、もちろん笑顔もいいし、まあ、明るいしな、明るいしイケメンだし、あ、まあ、勢いあるしな、まあ、となるとあれイケメンなの。はい、あ、そうなの。多分女性は好きだと思いますよね、笑顔とか、なんかあの人気が出るな、はい、あの涙の純粋さとか、あドラフトの時も俺も泣くけどね。よくそうですか、あ、そうですね、男性に人気のある涙と女性に人気のある涙、違うね、まだあるんですけど、はいはい、ってなるとやっぱりその球団としてはやっぱりそのレギュラーで、まあ、外野のどこかのポジションやってくれたらいいなって、まあ、取ってくれると、うん、そうは熱くなるし、いいよね。そうですよ、ね、まあいいけど、そう簡単に譲らないと思うんだよね。
まあ、関根も苦労人だしさ、小原もずっと守り続けたものがあるし、うん、あとは梶原とか2年目のね、あと佐野選手ももちろん、まあ、佐野は一角は与えといていいと思うんだけど、うん、だから2つのポジションを、まあ、4、5人で争うような形になると思うんだけども、うん、まあ、話題性とすればまあ使いたいなっていうふうには思うけどもね、うん、いやでもここら辺はやっぱ実力で勝負しないと共和音になるから、うん、だからそれは簡単には譲らないとは思うけどもね。あ、そうなんだ。だからこう勝ち抜いていかなきゃいけない、うん、まあ、これからやることはたくさんあるけども。そうですね、うん、あと侍の井端さんも DeNA のキャンプに来て、はい、ちょっと牧選手とこの渡来選手を2人呼んで話をされてたんですけれども、はい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 、これ記事でもやっぱり言われてるのが、その侍ジャパンの候補に上がっているっていうふうにの一人として、まあまあ、リップサービスもあると思うよ井端監督の、はい、まあ井端監督っていうのは社会人もいろいろ見てるから多分、うん、だからまあ実力のほどっていうのはある程度分かってると思うけども、やっぱさ結果が出てないもの、うん、まだ一歩もプロに入って実績がないものを入れるほど、はい、侍は甘くないと思う。まあまあまあそうですよ、ね、だけどその候補に上がれるだけの実力を示してくれっていうような、うん、多分ことだと思うけどもね、うんうん、ただね、そんななんか隙のない渡来選手に見えますけれども、はい、もうちょっと雷が落ちたということで。隙がない、はい、ああいうタイプは隙があると思うよ。逆にそうなのか。いや逆に寡黙なやつほど隙がないというか、はいはい、ああもう明るくて、いやすごくいいと思うよ、スポーツだからね、はい、だけどそういう人に限って隙はあるんですね。隙が可愛く思えるんで。あ、逆にね、うん、そうですよね。ちょっと天然ぐらいが可愛いってありますけど、ね、バット折ったな。折って甲斐がないって。そうなんです、1本しかね、その時持ってこなくて。そうだな、はい、怒られて取りに行ったらまた1本しか持ってこなかったっていうことで。いやだからそれだけ逆に言えば自信があるっていうこと、うん、バット折らないという、うん、ね、うん、バット折るなんか考えられませんよみたいな、はい、多分そういうタイプだったと思う。なるほど、まあ、だけどね、不幸にも折って折ってしまった、買いがなくて、はい、取りに行ったって時間がさらにまた1本しか持ってこなかったということで怒られてしまった。そうそうそう、俺らねキャンプの最初の頃ってちょっとマスコットみたいな思いのを持ってちょっと振って、うんうん、それから次に今年の形みたいな、まあ、そんなには大きく変えないんだけども、まあ、もうちょっと持って感じをつかむと、うん、だから3本ぐらい持ってたけどね最初のうちはね、折る折らないは関係なく試すのに、はい、だから試すっていうことはまだ知らないんだろうね。あ、バットを、はい、マスコットみたいな思いのからこう打ちに打ち始めるとか、うん、まあ、そういうことはしないタイプなんだろうね。そのケージに入るときに1本じゃなくて、まあ、数本持って皆さんあれするの、まあ、もちろんその折った時の予備のために、はい、時間の節約になるじゃん。そうですよね、だって取りに行くとやっぱ時間がなくなるから、はい、まあ、大体キャンプの時に3箇所で10分10分10分ぐらい打つかな、うん、30分ぐらい、はい、ね、場合によってはその2箇所だったら15分15分とか、うん、まあ、2箇所でも10分10分の時はあるけども、でその間に取りに行って持ってくるっていうのはさ、皮むいてなかったら皮むかなきゃいけないからさ。あるんですか、皮っていうかビニールがこう変わってる。ビニール、うん、あれは皮って言うんだよ、大体、はい、皮むいてると時間もなくなるじゃない、はい、でスプレーつけてみたいな、あの滑り止めの、そうですよね。そうそうそう、それも時間の無駄だよね。それは石コーチが怒るのは分かるよ、もう何やってんだよって、はい、調子乗んなみたいなさ、まあ、そうですね、まあ、そんな感じだよ、うん、いやだから明るいのはいいけどもさ、まあ、そこら辺は用意周到に、うんうん、やっとかないとそれは怒られる。確かにそれは他の人の時間もね割くことになるので、他の人は関係ない。あ、関係ないんですか。バッティングピッチャーが喜んでるよ、あ、ちょっと長くていいみたいな。いやだけども自分からするともったいないよね。そうですね、それでなおかつまた1本しか持ってこない。そう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 、いやそれはもう起点によく2本持ってこいよみたいな、うん、そうですね、だからそこはちょっと隙があって抜けてるのがかまた。そうだね、まあ、女性からすると可愛いのかわかんないけど、はい、預かってるコーチからするとバカ野郎だよ、ね、うん、イライラしますよね、まあ、そうだね、まあ、もうそうだね、ちゃんと持っときゃいいじゃんって、うん、そんな重いもんじゃないからさ、はい、ね、10キロもあるようなものを2つ持ってこいっていうわけじゃないからさ、はい、うん、だから置いとくのは別に構わないじゃん、うん、ね、いやだから多い人だったらバットケース持ってくるやついるからね、最初の頃は、いや、いろんな形を試すのに、あ、試し打ちしてみるのに、はい、っていう人もいるし、
中にはね、うん、だから1本っていうのはこれはまあちょっと俺も本当にバット折らないタイプだったけども必ず2本は持ってたよ。あ、ちゃんとそれはそうなんですね。そう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 、うん、で最初マスコットみたいなんで打って、うん、もう投げて、うん、で打ってみたいな、うん、でこっちはどうなんだろうみたいな、うん、まあそういうことだよ。あ、だバットもやっぱりいろいろ試さなきゃダメだな。そうですね、形は試さなくてもいいけども、うん、例えば木目がどうであったりとか音がどうであったりだとか、あ、今の子はあんまり気にしないのがね。昔ってどうだったの、やっぱ木目とか音で。昔はね、俺らが大体そのアシックスと契約してて20本ぐらい来てたよ。お、今年使ってくださいっていうのが。でも今年ってキャンプで、キャンプ用で20本来るで、この形でいいですかみたいな形チェックしながら重さを測って書いといて、でどのバットが一番しっくりくるかみたいな、まあそういうのを試してたけどね。その木目が違うだけでもなんか違うんですか。いや、木目がこうギャーッとひねれてるやつっていうのは硬いんだよ、バットが、うん、芯の部分が硬い、うんうん、あと節がどこにあるかとか、はい、そういうのチェックしてわーっと見て、でこう持った感じでバランスがどうなのかとか、やっぱね木も生きてたからやっぱこう違うんだよね、うん、それぞれ、うん、それぞれが違う、だからチェックをしてた、うん、だから今そんなに持ってないのかなと思うよ、バット、バット自体を本数をってことですよね、多分。そうなんだ。いや、やっぱもう木も資源だからさ、はい、まあ、そんなには大量にプロ野球選手が使うバットって相当な数になるじゃない、はい、いや、だからその資源的にあんまりないのかなっていうふうに思っちゃうよね。だから一人当たりね、その支給されるというかもらえるバット、うん、持つバットものすごく減ってるのかもしれないと、うん、まあ、かもわかんないよね。だから我々の頃は10本20本というのを送ってきて、うん、もうキャンプ地にはあったけども、その中からどれを使うかっていうのは選んでたけども、今はもう3本だったら3本、5本だったら5本って送られてきて、うん、もう5本だったらもう選びようがない感じだよね。だからその持つっていう感覚が、試すっていう感覚がなくて1本だったのかも。あ、まあ時代のなんかそういうね、まあ、まあそうだね、流れの違いかもしれない。あとはやっぱフリーバッティングで折ってるようじゃダメなんだけどね。あ、ってことです。そもそもそうなんですか。いや、ただその渡来もそういう感覚でいるんだと思う、うん、ただただアクシデントで折れたというね。え、そのフリーバッティングで折れてるようじゃダメっていうのは、そのフリーバッティングの相手のピッチャーがフリーバッティング用のピッチャーだから、そんなんで折れてちゃダメってことなんですか。そ、折れちゃったらダメでしょ。全部芯で打たなきゃいけない。なるほど。いや、そりゃそうだよ、お前。フリーバッティングで折ってるようじゃ話になんないよ。ということは、そういうことです、ね、になりますよね。だから渡来もそういう感覚があるんだと思う。フリーバッティングで折ってるようじゃダメだって。うん、折れちゃった。折れちゃったみたいな。用意がないみたいな。ああ、だからまあそういう感覚を持ってるんだよね、多分。なるほど。だから割と優秀なんだと思うよ。そういう感覚があるんだったら、あるとしたら。ただ用意周到ではなかったって意味だったら、何やってんだって怒られてもしょうがないけども、どっちかですね。そしたらまあまあそうだね。だからまあ社会人も木のバットでしょ、はい、だからもう慣れてるから多分折る感覚はフリーバッティングがなかったんだと思う。たまたまアクシデントで折れちゃったっていう。だから バッティングピッチャーもびっくりした、あの春先だからな、まだたまに落ちたりとかするんだ。あ、そういうので変化したりだとか。そっかそっかそっか。だからああみたいな、折れちゃった、うん、ただそのフリーバッティングでピッチャーが、本当のピッチャーが投げてくる時あるじゃん、はい、その時はやっぱ折れる感覚っていうか、まだこの自分の体感とスピードが合ってこなかったらやっぱ遅れたりとかもするから、先っぽだったりとかね、はい、折れたりするケースはあるけども、うん、でもフリーバッティングで折る感覚はないよ。あ、通常ないんですね、うん、そうか。ただそういう感覚がなくても用意だけはしとかないとな。そうですね、そのぐらいの繊細さがないと侍にも選ばれないよ、多分。なるほど、そうかそうか。そう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 。ただ伊藤さん、 DeNA のキャンプは、はい、いつ行かれるんでしたっけ。2月の、10日、はい、うん、あの渡辺選手もね、いると思うので。いる、それはいなきゃね、はい、いなかったら怪我したってことだからね。そうですね、で2軍に行ってことになっちゃいますし、そう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 、初めて見ることになるんですか。プレーはね、プレーは、うん、あの接触するのは2回目になるけど、はい、あ、そうなんですね、まあ、会って話ができたらね、はい、まあ、だけど、まあ、楽しみに。どんなことちょっと聞いてみたいですか。いや、やっぱそのプロに入って、まあ、ただね、社会人ででしょ、で社会人、もう優秀な選手たくさんいるからさ、
だからその戸惑いみたいなのはないと思うんだけど、ただ本当に実戦に入って、はい、本当に球を見た時にどう感じるか、うん、まあ、そう感じた時にちょっと話は聞きたいけどね。なるほど。練習じゃこなすよ。じゃあそうですよね。社会人出てて、ね、ドラフト1位で入ってくるぐらいの選手だもん、はい、ただシステマチックに練習をやっていくから、はい、効率はものすごくいいと思うんだよ、うん、その練習のやり方っていうのはどうなのかっていうのはね、ちょっと聞いてみたいけどね。そうですね、うん、まあ、向こうはね、笑顔がすごくね、似合ってる笑顔の。ちょっと待ってくれ。こっちは俺様笑顔、あ、4様な。そうです、いいこと言ったね。そうですよ、あのね、皆さん、あのちょっと待って、最近な、使われる写真が坊主頭のなんかいかつい親父が出てくるんだよ。そうですよね。もう写真考えろっつうのは、使うんだったらいいけど、使うのは言えないですけど、反射っぽい感じ、反射っぽい感じがするのよ。そうですね、怖いおっさんみたいな。ヨン様使えっつうの。そうですよね、せっかくあるとか、ね、あのもしね、あの記者の皆さん、あの記事、ネット記事にする場合はぜひね、ヨン様の使ってほしいですよね。だから柔らかいやつを使ってくれって。そうですよ、いつまで坊主頭使ってんだって。怖い怖い。えだから渡来選手はね、笑顔の綺麗なプリンス、こっちはね、あのヨン様プリンスがいるので、ね、ぜひ、はい、あの笑顔のね、なんかこう、はい、写真でも撮ってきてくださればなと思います。はい。